はい、こんにちは、影一です。今日はお酒を飲んでいます。今日はお酒に任せて怒りをぶちまけます。こらー、できるよ、できるよ、広くないよ。リューチェルの昔の宣材写真、最近の持ち歌聞いて。どうしたの？今日ね、お仕事で大阪行ったの。でね、新幹線乗るわけじゃん。チケットなくして2万円払ったの。駅でさ、あれって、あれってもう推しの時期しか出てこないの。今日はあのカゲチの怒り爆発コーナー。サムネ。最近の怒りってこれもう多分使うか使わないか分かんないけど、とりあえずそういう話もした方がテンション上がるから話すけど、あいつマジでさ、酔っ払ったらさ、すぐにさ、うるせえバカ、お前バカんだよ。乾杯乾杯乾杯。今日はね、初恋サワーなの。今日初恋サワー飲んでる。カゲチの初恋の話していい？カゲチはあの中1の時にあの好きな子できて、席隣になったの、くじ引きで。やったーってなるじゃん。そしたらめっちゃ席離されてます。バババババグルーみたいな、あれ西ドイツ、東ドイツみたいな、あれみたいな、透明なベルリンの壁だったの。なんかさ、国語の時間とかさ、読み合わせするじゃん。なんかあの小説がさ、あったらさ、わかんないわ、猫でやるだったらさ、あのそんなよくやめ、1行目の次、2行目はみたいな、むし、一人で全部読んでるの。あれ、僕読む好きな、あれみたいな、かけち存在しなかった。そう、僕ずっと読み聞かせ聞いてんの。あ、1ヶ月の最近の怒りって、アベマのあの狼くんには騙されない。落ちた。芸能のね、こととかやってるね、知り合いの人にね、なんか、なんかそういうあれがあるよみたいな、応募してみないって言って応募したわけ。カゲチ応募したの、落ちた。写真と、あとその PR 動画みたいな、自分の自己紹介となんか PR ポイントを語る動画を、まあ30秒から1分ぐらいでって言って、僕1分撮ったわけ。ちゃんと動画撮ったよ、ちゃんと。そうそうそう、はい、こんにちは、影井ひろきです。ほぼ童貞です。落ちたよね。わかるよね。影井だよ、ひろきだよ、影井ひろきだよ。22歳鳥取県出身で、職業は YouTuber と、あとほぼ童貞です。病気出ちゃいなね。いや、かみかみかみ。でもカゲチさ、オオカミくん、オオカミってかセンスなくない？カゲチ落とす。だってカゲチがさ、オオカミくん出たらさ、もうかき乱すよ。もう俺は絶対オオカミくんじゃない。俺は絶対オオカミくんじゃない。絶対オオカミくん、絶対私のこと騙さない。絶対俺オオカミくんじゃない。アーカイブ出てるやるよねやるよね。マジで恋愛リアリティショーをする皆様、ぜひカゲチやります。カゲチ爪痕残せ。相乗りでいう出っ張りに。かき乱すよ、すぐ怒るよ。何やってんの。おい、何やっとんの、何やっとんの。え、見た？え、デンパリン知ってる？大好き、デンパリン。しか勝たんのよ。お酒飲んで暴れるよ。結局みんなバス、そうやって女の子かわうやん。やっぱデンパリンが違います。そう、飲み放題だ、そうだ。じゃあ、ハイボール7杯。ゲチは行きよ、人生が回す。来週から多分ガウスのやつ。カゲッチが人生で頑張れるって、どんな時、頑張りたい、頑張ろうって思うのがどういう時？メンチカもそうだけど、
全体メンツ感も含めてやっぱみんなに笑ってもらって、こういうさ、こういう正直さ、まあ、ついてない人生なんですよ、分かりやすく言うとね。そのついてない人生をお仕事にできてるのは皆さんが笑ってくれてるからなんですよ。クリッチのね、動画結局伸びてるやつ全部不幸よ、不幸話が多い。それで笑っていただけたところと僕は不幸ではなく幸福になっているんじゃないかと。今日のコーデ紹介して、今日のコーデ紹介します。今日のコーデは、まずもらい物のリボン、ピチピチの、レディースのスキニー、ファミマの T シャツ、ドンキの靴下。さあみんな、僕を愛して。オオカミ君には騙されない。デデ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 デ。いや、僕原宿のポスターに貼られる顔を練習しないよ、ずっと。やって山内すずです。ほら、こう、かみそうできる人間はいるかな。まあね、頑張ろう、かげちって話、最終的に。でも、かげちには味方がいっぱいだよ。ほんと、こう、もだし、でもだし、みんな守ってくれる？ねえ、なんか緑の出た花かな。わかんない、もう。ねえ。かげち、はい、本日の格言を一言言ってもらいましょう。かげち、本日の格言。ありがとうを言える人間になろう。当たり前のことですけど、当たり前のことをやってこそ人間ですし、当たり前のことって忘れます。かげちも忘れてた、いろいろ仕事をさせてもらって、人生経験もありがとうね、星に会えてるのもありがとうね、誰かからもしプレゼントをもらったらその時もありがとうって言うよ。大きな声でありがとう。やっぱベッキーが言ってた、ごめんなさいとありがとうをどちらか、あの、もう一生言えなくなる、言えなくなってもいいのはどっちって。そしたらごめんなさいはもう一生言えなくてもいいって、ごめんなさいの分ありがとうって言えばいいって。ありがとうっていうのは人を喜ばせる言葉だから、悲しいな、ごめんなさいっていう時もありがとうって言い換えることによって、よりなんかその人に謝罪もできるし、そこから感謝の気持ちを伝えれる、それがありがとうって言葉だとベッキーは言ってた。あの、不倫する前のベッキーね、オンプシャープの時のベッキーが言ってた。そう、ベッキーオンプシャープ、ウォーウォーウォーグッキー、ウォーウォーウォーグッキー。あ、ぶっ飛ばす。目見ろよ、目見ろよ、おい、目見ろ、ほい、てめい、ほい、てめい。それが滑りじゃないよ。ということで、かげち今日も生きてます。みんなも頑張って生きてください。生きることは喜び、生きることは感謝、親に感謝を、そして次の世代にも感謝を伝えていきましょう。以上、瀬戸内寂聴でした。せーの、バイチャミー。日を切って短いな。せーの、行くー。